美味しいよね。毎度ありがとうございます。いやいや、うちのかみさんがね、うん、ここのにしろって、うんうん、だから探してたの。帰りにちょっと上行って、あ、ちょっとまだ登ってないんで、お茶飲んでから行きなってと、はい、朝だからお茶飲んで、どうぞどうぞ、はい、うん、いいえいいえ、ガマもいますね。ガマもいます。本物これ、本物よ。今朝朝シャンしたから綺麗だよ。あ、朝シャンしたんだ。そうそうそう、すごいなこれ、本物か。朝シャンするんですね。だってこことおしっこの七味うまいねこれ本当に。でもっとうまくなるのよ、うちの七味入れるとね。あ、そう、そうなんだ。飲んでみて。あら本当、あら本当です。すごい美味しい。うん、うん、これうまい。体温まるし。うん、今みんなこれマンホールね、お写真撮ってきますね。なんで？みんな綺麗にさ、このほら洒落たマンホールの蓋なのよ。あ、これ。水戸のこれか。うん。これ消防車これ。そうですね。まあ、これ全部ここのはこのマンホールの蓋になってるの？いや、わかりません。土浦は霞ヶ浦とか八戸とかさ、ああそうだね、あと水戸は偕楽園の梅とかね、その土地土地で、ここは消火栓だから消防車が来たんじゃない。ああ、そういうことか、うん、じゃあ帰りちょっと、はいはい、うん、浮気しないで来てください。浮気しません、はい、うん、いただき、これはもう我慢強いからめったに泣かないです。ああ違うんですよね。あれなんで色がして違うの、向こうのと。これあの保護色だから。あ、保護色なのこれ。だからシャッター開ける前は真っ黒だよ。なんと、うん、綺麗なガマちゃんだよ、ね、うん、初めて見た、うん、本当。じゃあ初めましてって言われて、うん、初めましてで終わっちゃったんです。なんです、これ。これが主役。匂い感で。匂いだけでいいですよ。はい。この香りがうちの唐辛子で、だからテレビ局が来るの。はい。これが入ります。これの元がこのみかんです。ああ、膨れみかん？膨れみかん。あ、これそうなの？これが。この皮を。服が来るっていうやつね。服が来るの。だから、七味買った人には服が来るようにサービスになってます。いや、私もさっき、あの、服れって書いてあるから言っただけで、さっき知ったの。はい、ここに来るとね、頭も良くなる。ああ、そう、そうかもしれない。はい、